こんにちは、ボスマンです。はい、ダーリントンホールの動画を作ってみます。ソングラインっていうね、前走の富士ステークス5着のダーリントンホール、勝ったのソングライン、ソングラインっていう馬の実力を正しく評価することで、ダーリントンホールの、実力もまた正しく見えてくるっていうね、今回は富士ステークスから見るダーリントンホールの進化って、そういう動画になってます。はい、ダーリントンホールはね、ずっと待ってたんですよ。ね、喉鳴りの手術をしてたってことで、あ、呼吸器系ですかってことでね、それはちょっと残念なニュースなんですけども、でも、手術明けでね、1月の金牌2桁でぶっ飛んで以来の富士ステークスで、11番人気ながら5着に来ました。で、久々に掲示板でね、いい走り見せてくれましたね。で、この馬をどれぐらいやれるのかをやっぱジャッジしたくて、まずはね、富士ステークスを見返してみたんですね。そうすると、まず着差的には、ダモンザキットの花ですね。で、これはね、タイム差なしです。1分33秒7ですね。で、ダモンザキットの回で、そのソングラインと、まあ、ダモンザキットのこの着差についての考察で、ダモンザキットの動画でやったんで、そっちの方を見ていただければなんですね。なんで、ダノンがそもそもソングラインから2馬身と、まあ、4分の3の、ビハインドで、これは骨折明けの初戦としては非常に良好な、まあ、着差、良好な負け方じゃないかってことを言いました。ダーリントンホールも喉の手術明け10ヶ月ぶりの実戦ってことを考えると、キッドとタイム差なしの鼻差ってのはやっぱりこっちも悪くない内容だなと改めて思った次第ですね。そしてこっからなんですけど、こっからね、僕はそのソングラインっていう馬をね、あんまりちょっとね、的確に把握できてなくて、この馬どういう馬だっけと思って、もう一回ソングラインの NHK マイルカップを見直してみたんですよね。そうしたところ、まず結論としてほとんど勝ちに等しい2着なんですよね。これは皆さんももちろん覚えてらっしゃるはずなんですけども、こんなもんですわね。決勝点手前の写真見ると3、4センチぐらい、シュネルに差し込まれてるっていう感じで、まあ、ほぼ勝ちに等しいですね。で、1分31秒6、タイム差なしの鼻ですから、もう本当に首の上げ下げのこのタイミングぐらいで差し込まれたっていう、そんな内容、とっても強い内容で2着。ということで、ちょっと乱暴かもしれませんけど、このね、富士ステークスの勝ち馬をソングラインからシュネルマイスターに置き換えてみるんですよ。無理やりね。もうほぼだから、もうほぼソングラインはシュネルマイスター級なんだっていうことですよ。そうしますと、里のウィザード5歳馬2着ね、花差のこう首差か、これちょっと横に置いといて、そうしますとね、シュネルマイスター1着、3着が2馬身差でタイムトゥーヘブン、そして4着、4分の3馬身差でダノンザキット、5着がダーリントンホールってことで、ね、まあ、ソングラインイコールシュネルマイスターから、キッドで2馬身と4分の3馬身、ダーリントンで2馬身半ですね。で、1秒5馬身って呼ばれている競馬界で、ちょうどタイム見るとね、ダノンザキットが1分33秒7、ダーリントンも1分33秒7です。そして、勝ち馬のソングラインが1分33秒2なんで、コンマ5秒差のビハインド。ちょうど2馬身と半分のビハインドですね。っていうことで、まあ、時計で言うとコンマ5秒ビハインドです。でも、キッドも骨折明け、ダーリントンも喉の手術明け10ヶ月ぶりってことを考えると、どうですかね？シュネルマイスターから、休養明けで、しかも、リフレッシュ放牧じゃなくて、骨折明けだったり、手術明けだったりっていう、まあ、そういう状況からの、復帰戦で、シュネルとコンマ5秒って思えば、しかもこれ同い年ですから、当然同金ですよ。なかなかいい内容ですよね、やっぱどう考えても。キッドにしても、あ、ダーリントンは4歳か。でも、ダーリントンはそう思うと、だから2キロ負担重量が重い中で、キッドとやっぱり同タイムでかけてるんで、ますますね、やっぱり、これはね、いいんですよね。ソングライン、タイムトゥヘイブン、ダノンザキット、ここ3歳勢がね、1、3、4が3歳だから、サタノウィザード除けばね、そこに、まあ、ダーリントンホール肉薄してるんでね、やっぱり、これは、いい内容だなと思いまして、そう思うとね、やっぱりこの富士ステークスの内容が、やっぱり非常にいいと。そして、まあ、調教もね、なんか、同じ厩舎の2歳のね、ステルナーティアとか、今週出てくる、トースポハイ出てくる、イクイノックス、この辺に、こう、胸を貸すような形でね、調教とも非常にいい
その状態を保っているっていうことなんで、これはやっぱりそのね、ちょっと狙いたくなるっていう、そういうコメント複数来たんですよ。ダーリントホール狙ってますと、ダーリントホール怖いですってコメントいただいてて、いや、その気持ちは同じですね。うん、ソングラインをシュネルマイスターに見立てると、いやー、休み明けでシュネルからコンマ5秒の2馬身半でしょと、いや、あるんちゃうかっていう気持ちにちょっとなりますね。うん、っていうところでね、いや、ダーリントンやっぱりちょっといいかもと。で、今回はサリオス、同じね、4歳のサリオスも出てきて、まあ、ダーリントンホール勝利まではちょっと厳しいかなと思いつつも、このね、サリオスとダーリントン頑張ってくれるとね、来週、ジャパンカップで、コントレールか、まあ、いい手向けになるんですけどね。まあ、本当はサリオスここ勝って、コントレール勝つとね、やっぱり日本ダービー1着2着のね、ここはやっぱり実力、ありますねと。さすがダービー上位組ですね、さすがダービーはですねって話になって、ストーリーとしては面白いんですけど、サリオスは僕はちょっと微妙かなって思ってます。はい、ということでね、ダーリントンホール最後にちょこっとね、後付けで血統のことね、ダーリントンは父がニューアプローチでございます。で、母父がピボタルで、で、僕はこのダーリントンが母父ピボタルっていうのが金がね気に入ってたんですよ。なんでかっていうと、彼と同い年でヨーロッパでラブっていう牝馬がね、イギリス戦ギニー勝って、エフソムオークス勝って、ヨークシャーオークス勝ったのかなっていうね、同い年でクラシックでバンバン勝ちまくってた牝馬がいたんですよ。父がガリレオで、母父がピボタルなんです。この前ね、先々週かもね、ラブズ・オンリー・ユーが勝ったブリーダーズカップフィリー&メアーにもラブが出てましたね。多分引退レースですけど。僕はこう血統を見るときに、この東京のダート 1400m で連帯率が高い脂肪馬とか、そんなデータは持ってないし、あんまりそういうの気にしないんですけど、勢いっていうのはね、大いに注目してまして、それはもうね、国とか地域関係なくですね。で、さらにこうダーリントンホールの父ニューアプローチっていうのもガリレオの脂肪馬なんで、まあピボタルの肌にガリレオでラブで、ピボタルの肌にガリレオ3区のニューアプローチっていう、その血統構成上もね、同じ方向向いてるっていうのも僕はダーリントンホール気に入ってたんですよね。ラブと同じ方向性の、まあ、配合だと。あと、まあ、ニューアプローチは結構ね、ゴドルフィンが日本に結構な数送り込んでるんですよね。見たらね、過去4頭いるんですよ。ニューアプローチっていうのは、お母さんがパークエクスプレスっていう肌でね、これって実は日本で C 調教師で高松の宮記念買ったシンコフォレストのお母さんなんですよね。ってことはニューアプローチっちゃシンコフォレストの弟なわけですね。まあその辺の血統構成もあって、もしかしたらそのゴドルフィンはニューアプローチ3区をね、日本に結構送り込んでるのかなとか、まあそんな風にちょっと思ったりね。うん、まあ日本に JRA の馬場に、まあ、非常に適性の高いガリレオの脂肪馬っていう見方ができるじゃないですか。シンコフォレストが走ってるだけにね。ってことですね。はい、今回は以上です。この後すぐね、予想動画出そうと思います。よろしくお願いいたします。ダーリントンホールにね、期待されてる方ね、ぜひぜひコメントいただければと思います。それでは、以上です。